ジョバンニ・デ・マックはルネサンス後期からバロック初期にかけてのフランドル学派の作曲家。生涯の大半をイタリアで過ごした。バランシエンヌに生まれるが、早くにウィーンに出て聖火隊員となり、マドリガーる作曲家のフィリップ・デ・モンテに支持した。1574年以前にローマに行き、オルガニスト兼作曲家として活動した。 1576年には最初のマドリガーレ州を出版している。1585年頃にはナポリに行き、カルロ・ジェズアルドの宮廷に仕え、ジェズアルドが妻を殺害する直前の1590年5月まで滞在した。1594年にはスペインのナポリ副王の宮廷オルガニストとなり、1599年には宮廷学長に就任した。 教え子にルイージュ・デロッシラがいる。多作家で十二のマドリガーレ集を出版した。初期の作品は保守的なローマスタイルであったが、ナポリに十5は進歩的なナポリスタイルを採用するようになった。1599年以降再び作風が変化し、ジェズアルドの作品に見られるような反音階を使用した実験的な作品を送り出した。マドリガーレの他に簡単なリチェルカーレ、 カプリッチョなどの気学曲を残している。ありがとうございます。